こんにちは。今回は好き嫌いで世界が変わるということでお話ししたいと思います。実はですね、私たちは自分の主観で世の中の見え方が随分変わるんですね。例えばですね、ここに、美味しいメロンがあったとしますね。このメロンをポーンと割ってですね、キムタクからもらったってもし言ってですね、みんなで食べたら、もうその言っただけでキャーだし、おまけに食べるとさすがキムタクがくれたからおいしいとかで思いますよね。でもそのこう片割れはですね、これあの嫌な嫌味課長からもらったんだけど、とうわーなんか下心あるよねとかなんか言いながらちょっと恐る恐る食べると、なんかこれなんか甘ったるいっていうかなんだろうねとなるし、でこっちのキムタクからもらったっていうと、もうみずみずしいっていうけど、嫌い嫌味課長からもらったやつは水っぽいになるかもしれませんね。でこのようにですね、実はその誰からもらったと、もらい方もなんかこうなんか落ちてたから拾ってきたというのと、なんかねすっごい高級なのをもらったんだよというのと、もうそれで全然印象が変わりますね。それと同じようにですね、例えば、助言とお説教どう違いますか？いや全然違うじゃないか。助言はこうなんていうか親切で言ってくれることで、お説教ってなんかこう上から目線でなんか叱られるわけでしょ。全然違うと思うんですけども、実はですね、あの自分がその助言をしてくれた上司がとっても好きな人、尊敬してる人だったら、君なこうもっとこうやらんといかんぜ、君こうやれよ、もっと頑張れよって言われたら、あ助言だと思う。ところなんかすごく嫌いな上司から、お前はないつもこうだからこうだダメだぜ、もっとこうせんと、いやあまたお説教食らったと。つまり同じことを言われてもですね、自分が好きだったら助言、嫌いだったらお説教。今度部下もですね、例えば下の部下から課長それはダメですよ、もっとこうやらなきゃって言った時に、その部下が嫌いだったらこいつ生意気だなとなるんですね。ところがこの部下は本当に大したもんだなというふうに、その部下を自分がすごく一目置いている、あるいは尊重していると、ね、ここでダメですよそんなんじゃ、こう やらなきゃって言って、君頼もしいな、いいこと言うなって言うんですよね。だから同じ話も自分が好きだったら本当に受け止めて、それが助言になったり、アドバイスになったり、ね、それがその自分が嫌いな人が言うと、それがもうなんか嫌味になったり、なんか生意気になったりするわけなんですよね。もうそういうことって実はいっぱいあるんです。親切とおせっかいどうでしょうか。近所の人が、あんた結婚まだ、なんか誰か紹介してあげようかっていう時に、その人が好きだったらすごい親切なこと言ってくれた、ぜひお願いしますとなるよね。ところがまたあの人もう耳の痛いこと、もう嫌なことばっかり言って、なんかこう意地悪よねっていう。だからもう本当にその人の言葉ではなくて、逆に自分がどう捉えるか、人によっては、いやそれは相手の嫌味も相手の気持ちもある、そう相手の気持ちもあるかもしれない。でもね、相手がどんな気持ちで言ってくれてもですね、それはありがたいなと思って受け止めて、あよろしくお願いしますとか、あそうですよね、気がつきませんでした、本当にご親切にありがとうって言ったら、嫌味で言った方の人もいやちょっと言い過ぎたかな、いやそんな風になんか素直に聞いてもらったら、私嬉しいわみたいになってですね、状況が全く変わります。ですから臆病と、慎重、あるいは無鉄砲と勇気、そういうことも全部変わってくるわけです。ですからどうぞあなた自身もですね、人の言葉をありがたく受け止める、そして、自分も人に言うときに良かれと思って優しく言う、そういうことが人間のコミュニケーション、あるいは自分の成長につながります。どうぞ参考にしてください。